ましたように、ティムがいつもアップデートするんですけども、今日は資料を送るからやっててねって言われて、資料を見たらですね、前回とほとんど何も変わっていないというのがあります。英語でですね、グッドラックと書いてあるんですが、グッドラックというのは、ほとんどチャンスがないときに頑張ってねって言って、そういう言葉なのようでですね、最後にグッドラックと書いてありました。で、今日はそういう意味でいくと、僕がこれを始めたのは昨日の夜なので、そんなに長い時間はかけられていないんですが、僕がですね、普段どういうところから情報を拾っているかというのを逆に皆さんにシェアすることによって、皆さんが自分で情報を探せるようにしたいということで、Linux については、やたらとオープンということで情報はいっぱいあるんですけども、どこで探してくるかって結構皆さん困りますよね。なので、その辺を皆さんに伝授するということにしたいかなと思っています。なんで広くないの？広げませんね。これは想定外の状態なんで。資料はですね、ティムがくれたやつをそのまま後でウィキに上げますけども、なんで開けないんですかね。今の Windows 使ってないから分からないってやつなんだけど、この資料のために開けませんっていうのはどういうことですか。それは分かりました。別の方しましょう。前回のクランジャムリティでしたっけ、9月ぐらいでしたっけ。そうですね、はい。9月からのアップデートということで、しゃべりながら言ってますけど、何が変わったかというと、カーネルが1個新しいのが出ました。カーネル 3.6 というのが、昨日使った資料にあるんですけど、いつでしたっけ、何月に出たんですけども、それのそことの差分というのが一番の話になっていてですね、そうですね、ちょっと資料を探すとか自分で喋りながら探せないんで、あれですけども、そういう意味でいくと、まずですね、ちょっとパワーポイントあって開く努力をしますけども、まずこの LWN.net というサイトをどのくらいの方が見ていますでしょうか。ああ、いいですね。そんなに多くないんで、じゃあこれまずここから。これは、Linux Weekly News という、Linux の専門の、ニュースサイトです。で、これをまとめているのは、ジョナサン・コルブという人で、これ、Linux コミュニティはかなり有名な人ですけども、ライターですけども、技術にものすごい詳しくて、Linux の、いろいろな側面について、ずっといろいろ勉強して、モニターして、いろんな会議に出て、それを皆さんにこう情報を発信しているという意味で、で、ここには、上を見ていただくと分かるんですけども、まず、サイトは簡単ですね、lwn.net というサイトで、で、ここに、カーネル以外にセキュリティとか、ディストリビューションとかいろんな話がここに出ています。で、まず皆さんにカーネルがどうなのって見てほしいときは、まずこのカーネルというところに行ってください。で、ここに、実はものすごい、これ大昔からコンテンツがいっぱい入ってて、すごいネタがいっぱいあるんですけども、ここに、LWN カーネルインデックスページというのがあります。で、ここを見るとですね、ここにアルファベット順にいろんな話題がわーっと書いてあるんですね。で、この下の方に行くとですね、R というところに行くと、リリースというページがあります。見ていただくと分かるとおり、いっぱいですね。ここに、このシリーズですね、これリリースというところで、ここに各バージョンごとの、情報がいろいろ出てきます。で、最近はですね、一番新しいのが今 3.6 がこの前、さっき申し上げたようにリリースされていて、今 3.7 の開発が進んでいる段階ですよね。で、まあ、ご存知の方も言ってますけど、Linux はその、マージウィンドウという最初の2週間だけにパッチを集める期間があって、で、パッチが集まり終わると、その次の、そこから先はテストをするわけですね。で、Linux は大体、まあ、80日とか85日ぐらいで新しく、最近ちょっと早くて70日ぐらいなんですけども、に新しいバージョンがどんどん出ていくんですけども、その最初の2週間が、
マージウィンドウというもので、マージウィンドウが終わると、リリースキャンディで RC1 というのが出ます。でそういう意味でいくと、ここではですね、例えば 3.6 だとですね、マージウィンドウパート1パート2、 3.7 のマージウィンドウパート1ってありますけども、 3.6 がリリースされる前にマージウィンドウが閉じた時にこんなのがもう入ったよって分かるわけですね。でヨナさんはこれをチェックしていて、例えば 3.7 マージパート1っていうところを見ると、どんな技術が入ったのってここにいっぱい出てきます。で実は僕は今日これを偉そうに僕が調べて喋ってもいいんですけど、どうせこれ見れば分かることなんで、逆にネタを皆さんに教えますので、ここを見ていただくと、例えば 3.7 マージウィンドウ1で全部読みませんけど、例えばアーム64ビットのパッチが入ったの、これまあ 3.7 もアーム64が一番話題なわけですけども、そういうのが入ったよとかですね、その他いろいろなことが書いてあって、でここの下にいろんな人のコメントを書いたりもしています。なので、最も早物好きな人というかですね、リラックス次どこ行くのっていうのを見たい人は、ここを見てもらうのが一番いいです。マージが終わった段階ですね。 3.7 ってまだ開発中で、今 RC いくつでしたっけ、そこを見ましょうか。じゃあ説明ですから、これは皆さん発言してると思うけど、なんか大学の授業みたいになってましたけど、これはリラックスカーネル総本山ですね、皆さんご存じの。でここを見ていただくと、今日は、3.7RC8 って昨日出たのかな、もしかしたら今何だって言うんですけど、今開発中のものは 3.7 リスキャンと8ですから、大体 RC8 とか9までいくともうすぐ出るよっていうことです。なので 3.7 は多分年内に出るんですよね、この一気でいくとね。なので 3.7 はそういう意味でいくと、もう開発がほとんど終わっているけど、検証の最終段階に来ているよと。で出てるのは 3.6 っていうのが、ここに書いてますね、9月30日に出ましたよっていうふうになっています。これがリリースされた最新のカーネルで、その上に 3.6.9 って書いてますけど、そこにステーブルって書いてますよね。でこれは今日はさっき LTSI ってことをおっしゃった方がいらっしゃったんで説明をしますけど、今出てるのは 3.6 で、3.6.9 というのが、今の 3.6 の、マイナーアップデートを仲介しましたよということです。なので、そういう意味で言うと、ここを見るとですね、リリースの最先頭は右側に書いてあると 3.6.9 が一番リリースされている最新ですよという話があります。でせっかくでもちょっと打線、いきなり打線してますけど、この下の方を見るとですね、ステーブルがいくつか書いてあるじゃないですか。ここを見ると 3.5.7 括弧 EOL もう終わりだよって書いてますよね。それから 3.4.22、それから 3.2、3.0、それから 263432 って書いてますけど、でここで大事なことは、ステーブルっていうのはですね、ずっといつまでもステーブルじゃないんです。ここでいくと、例えば 3.5 はもう EOL だよって言ってる。なぜかというと 3.7 が出ると 3.5 のメンテナンスは止まるんですね。でメンテナンスは何ですかって話ですけども、Linux はアメリカの例えば国防総省とかでも使われています。なのでアメリカ政府もLinux にちゃんとセキュリティパッチが出てくれよっていう話をしてるわけですね。でコミュニティもそれは分かりましたという話をしていて、だけど全部はできないから、どれかバージョン決めましょうってなっていて、そういう意味でいくと、全てのリリースされたバージョンは2世代まで、要するに例えば 3.5 が出たとか 3.7 が出るまで、2世代の間は、さっき80日と言いましたが、大体150日ぐらいの間はセキュリティパッチが当たります。でそれをステーブルと言っているんですけども、で例えばこの 3.4.22 というのは 3.5 よりも古いんですけども、 EOL になってないんですよね。で、今日皆さんに言って、知ってる方も多いでしょうけど、 3.4 というのはロングタームステーブルというんですね。要するに、普通のステーブルはさっき言ったように、2世代分約150人しかセキュリティがメンテされていないのに対して、ロングタームステーブルは最低でも2年メンテナンスしますよというのをコミュニティが約束しています。なので皆さんがこれからカーネルを選ぶときに、どのバージョンを選ぶのって言ったら、ここでロングタームステーブルのもの、具体的には 3.4 を今だったら選んだらいいですよねっていう話になります。でこれは以前はですね、僕はロネスの半導体屋さんなので、お客さんに行くと、うちはこれを使いたいんだと、みんないろいろバラなこと言うし、ディストリビューターさん、ウィンドリバーモンタルスターに行くとそれぞれ違うこと言っててですね、バージョンが合わないと、でいつもお客さんと思えるっていうことがあったんですけども、今後はステーブル、ロングタームステーブルを使わなきゃ意味ないよねっていうのは、これ皆さんわかると思うので、要するに自分でメンテしなきゃいけないのはとっても余計お金がかかるので、ですからこれから Linux を使うんだったら、今だったら 3.4 がロングタームステーブルですよっていう話になります。
で、これはちょっとその LTS の話をまたちょっと調べるんですけど、じゃあまあこういうことが分かりますよねと。で、それはステーブル方向の話なんですけど、さっきの話に戻る と、ここが、ですね、さっきのページをちょっともう一回戻ってですね、あ、ここに戻ったのかな、ここですね、この 3.7 のさっき僕はマージウィンドウの話をしました。で、マージウィンドウと別に、例えばスタティスティックスって、統計がここに必ず出てきます。で、これを見ると、まあ、初めて見てちょっと見るのが怖いですけど、例えば、まあ、ここの上に出てるのは、何だっけですか、これ。何、RC1 と何言ってたのかな。ちょっとすぐ分かりませんけど、まあ、いろいろ統計情報が出てて、例えば、今回の 3.7 のカーネルは誰がコードいっぱい書きましたかとかですね、その下に、どの会社がやりましたかとか出てきます。うちは多分出てこないんだろう、今回はな。見ていただくと分かるんですけど、IBM、インテル、オラクルとかいったこうエンタープライズ系の会社も当然多いんですけども、最近は例えば TI であるとか、Linaro であるとか、NVIDIA さんであるとか、こういうふうな、サムソンもいますよね、あのマーベルとかもいますよね。で、こういう半導体の会社が実はかなり頑張っていて、なので今の Linux が、実は半導体の会社、まあ、もちろんインテルももちろん入るわけですけども、その組み込み系の半導体の会社も実はかなりあの Linux のコア開発、あのマスターコードの開発に参加しているとかいうのがこれバージョンごとに全部出てきます。なので、まあ、実は僕は半導体で記憶にいらっしゃっている方はトヨタさんがいらっしゃるけど、あとはあの割とセットを作っている、要するに Linux を使う立場の方が多いですけども、あの半導体屋さんとそのセットを作る方と、あとはまあそのディストリビューションみたいな人たちがどうやってうまく付き合っていくかっていうのは結構大事で、ですからそういう意味では最近のリアクションはそういう半導体さん結構作ってるんだよっていうのもここで見えます。で、この LWNet の特徴はですね、非常にものすごい細かい議論がいっぱい書いてあって、最先端の技術はこの技術はこうだよっていっぱい、あのさっきのインデックスのページ見るといろんなことが書いてあるの、例えばパワーマネージの最新は何とか全部出てるんですけども、もうちょっと簡単なものというので、このサイトを紹介します。カーネルニュービーズっていうサイトですね。でこれも、あとでちょっと、このトップページだけ皆さん、あそこの、このウェブの方に貼ってみますけど、ここでは、あのカーネルニュービーズ、カーネル初心者ということですけども、まあ、Linux を始めた人とか、まだ初心者の方のためにいろんな情報が出てるんですけども、この中にカーネルチェンジログっていうのがあります。Linux チェンジズっていうですね。左に行くと、ここにあるんですけども、まあ、ここにあるかここに行きましょう。で、このチェンジの中に、バージョンごとのもうちょっと分かりやすい説明が出てます。で、ここを見ると、例えばこれ 3.6 の話で、あの実はちょっと今くれた資料は僕はこれで全部実は上書きして作ったパワポを作ったんですけど、ここに例えば 3.6 でここにいろいろ出てますよね。そのいろんな技術が入ったよと。で、それぞれの技術、例えばサスペンドとディスクが入ったよとかいろいろ書いてますけど、ここを見ると3.6 の新しい感じでどんなテクノロジーが入ったのっていう話とか、あとですね、下の方に、チップごとの話が出ているんですね。あの半導体 の、 あの例えば TI が持って何が入ったとか、レースで何が入ったとか、そういうのがいろいろこう出てますよね。そうか、今日はさ、上から、例えば VFI なんて出てますけど、こんなのはこんな技術ですよっていう紹介がここに出ているので、なので、今ご紹介した2つのサイト、LWNNet と、このカーネルニュービーのチェンジログを見るだけで、大体その新しい Linux にどんなことが入りましたかっていうのが分かるし、逆にそれぞれのサイトに行ってあの検索をかければ、例えばその今 ARM64 はどうなってるのみたいな話も大体見れるという話になります。なので、ちょっと僕、Tim の資料からですね、ここだけ、ここを参考にして、アップデート版を作りましたけども、で細かい中身は、僕全部説明したら1日経っても終わらないので見てください。で、この2つのサイトを知ってるだけで相当いろんな新しいことが分かるよという話になります。で、まずこの特徴で、いろんな話をしたいと思っているんですけども、もう一つですね、Linaroという団体を皆さんご存知でしょうか。Linaroは、もともとの ARM が始めた NPO なんですね。要するにノンプロフィットアブルということですけども、一応メンバー制になっていて、メンバーはですね、どこだったかな、まあ、当然 ARM が入ってるんですけど、サムソンさんがいて、TI がいて、STXがいて、IBM がいて、とかそんな感じですけども、6社ぐらいだと思いますけど、そういう会社がみんなでお金を出し合って、ARM 向けの Linux の開発してる活動です。で、もともとその、Linux もともとインテル X86 向けに作られたものだから、
インテルにはそう100人とか何百人単位のその Linux 開発センターがあって、そこでいろいろことをやってるわけですけども、ARM はそういう意味では、もともと分散していたっていう話があって、で、その辺をちゃんとみんなで共通のコードをちゃんと作っていこうねっていうことで始めた活動なんですけども、それが、リナロっていう活動をどこかやって、で、でですね、このリナロというサイトは、実はもともとメンバーシップ制なので、メンバーだけでやればいいっていう話もあるんですけど、僕は実はこのリナロを作った時から彼らと話をしていて、オープンソースなんだからオープンにしなきゃ意味ないよねって話を最後実は言いまして、でまあ、別に僕が言ったからっていうわけじゃないんですけども、ほとんどの活動とかですね、コードとか作っていることは全部オープンになっています。で、リナロにはいくつかの活動があるんですけども、一つはツールチェーン。で、ARM のツールチェーンっていうのはどこを使うのって話がいろいろあるかと思うんですけども、ARM 社は、今そのリナロのツールチェーンのチームにいろんなことをやらせています。で、先にそっちをちょっと見ると、そのダウンロードでどこを見るとですね、パブリックにいろんなものが落とせるようになっていて、例えばリナロの 12.11、2012年の11月のドロップは何があるってこう見ると、例えば、Android のコードであるとか、Open Embedded のコード、Ubuntu のコードとかですね、あと下の方にコンパイラーとかですね、こういうのが実はここに入っています。で、Android ツールチェーンとか、普通の、ベアブリティナーの皆さんツールチェーンとか、ここに全部入っていますので、で、これが、一応 ARM 社が、一番、まあ、これはもちろんコンパイラーを商売している会社がいろいろあるので、会社にていろんなこと言うでしょうけど、少なくとも ARM が標準としているコンパイラーはここにあります。で、例えば、ARM もその命令セットとかですね、ハードフロートサポートしないとか、まあ、これ小林さんの専門ですけど、そういう話もいろいろあるので、ここに行くとそういうものが大体全部あります。なので、コンパイラーを取りたいとか、ARM で動く最新の、まあ、もちろんカーネルアップストリーが取ってくればいいんですけども、ここの中にもいろんなものがあるので、まずこのリナロのダウンロードサイトというのを、皆さん、何かあったらまず調べてみるのがいいのかなと思いますし、僕も今ご紹介したかったのはそれだけじゃなくて、ここにですね、リソースセンターっていうのがあってですね、ホームするリソースっていうのがあるんですけども、ここに実はかなりいろいろな技術ドキュメントというかですね、いろいろ出てます。で、ここにですね、選ぶと、9.2.12 とかですね、いろいろ書いてますけど、これ何を言ってるかというと、リナロコネクトっていう技術者会議を、こう、何やっぱ年に2回とか3回とかやってるんですけどね。でこれ Q2 はクォーター2、2だし、クォーター1だし、だから、まあこれ、クォーターごとにやってるんですかね、そういうと。で、何をやってるかというと、さっきリナロはメンバーシップの団体だよって言いましたけど、普段はそれぞれの国、それぞれの会社でみんな別々にこうやってるんですけども、この、実はリナロコネクトは1週間単位の会議で、そこに100人とか200人の人がガーッと集まってですね、一緒に肩を寄せてあってとか、要するに机でみんな並んで、この問題どうするっていう議論をする。要するに開発をするための、集まりっていうのはクォーターごとにやっていて、でそれと合わせていろんな技術発表をしています。でここで、いろんな資料がここに公開されているの で, でさっきのツールチェーンと言いましたが、ツールチェーンは例えばデバッカーであるとか、もちろんカーネルであるとか、その辺の話はここにいっぱいゴロゴロと出ていますので、まあ、ベンチマークがエミュレーターごとしたとかいろんな話が出ていますよね。で今当然さっき 3.7 でホットなのは ARM64 だよって言いましたけど、ARM64bit というのは、まあ、そういう意味で3.7でメインラインに入ったし、 ARM 自身もここでいろんなことをやってきました。なので、いろんな話がここに紹介されてますよということなんですけども、でちょっとですね、今日せっかくなので僕が自分でやってる話として、ARM のビッグリトル、というのをご存知かもしれませんけども、もともと ARM はそのコーテックスシリーズというのがあって、コーテックスの A9 とかいろいろ A7 とかいろいろあったと思うんですけども、今一番新しいのがビッグリトルというものです。で、これを紹介しているのは、資料があってですね、いっぱい落としたのでどれがどれだか分からないと思いましたけど、この中にもいろいろそういう公開資料があるので、その公開資料から説明するんですが、これですね、これ公開資料から持ってきているので、あと皆さん探していただければ分かるんですけど、要するに、ビッグリトルシステムというのは、これそのまま受け入れで、こう絵が描いてますけども、A15 っていうのが左側のコアで、 A7 っていうのが右側にこう2つ箱が書いてますけども、性能の違う、2つの2種類の CPU を1個にまとめている、まあ、CPU のクラスター構成で、それぞれのクラスターはこの例でいくと、
左側の CPU01 って書いてますが2コアになっていて、右側も2コアになっています。ですからこれはデュアルコア ×2 のデュアルコア ×2 のクラスターっていう構成なんですけども、でそもそもなんでこんなことを始めたのっていうのは、まあ僕はあんまり人じゃないのでそれしかなんて言いませんけど、もともと A9 の後継としては A15 というのは当然あったんです。でそれはまあ通常昔イーグルと言ってたコアなんですけども、で A15 を作ってその頃から A7 も実はあのコプロというかですね、キングフィッシャーって名前だったんですけども、そういうふうなあのサブプロセッサーとしてあって、本来は A7 のアシストをするプロセッサーとして、ですから昔の M5 とか M3 とかそういうのと同じような位置づけであったんですけども、作ってみたら結構燃料をいっぱい食うので、普段から A15 ガンガン回したんじゃ電気食いすぎだよねっていうことに気づいてですね、途中から考え方を変えて、じゃあ A7 と A15 をいいとこ取りしようよっていうんで作ったのがビッグリトルという考え方ですね。なのでこれは今の例えばインテルアクテクチャーとかでも、あのクワッドコアとか最近は8コアとかもいろいろありますけど、あれは基本的にみんな性能は同じコアを複数持っていて、で場合によって CPU ホットクラブでコアの数を切り替えるとかいうふうな使い方をしますけども、これは能力が違うコア、まあ設定の能力だけじゃない特性も違う、例えばバーストの転送が強いものとかいろいろこう特性が違うので、そういう特性の違う2つの2種類のコアを組み合わせて、1個の CPU として使ってあの最適にその組み合わせを考えましょうっていうのが、ARM の言ってるビッグリトルという考え方です。ですからこれは他の CPU アーキテクチャにはないものなので、 Linux から見るとこれをどう扱っていいのっていうのは結構実は大きな課題になります。で僕らはですね、何をやってるかというと、さっきご紹介した Linux の中で、ARM ビッグリトルをどうするのっていう議論がこの1年ぐらいずっと進んできまして、で、この資料もですね、そうか、いろいろご情報が出ているので皆さん、あの少しゆっくり言ってますけども、あのこれはリナロの資料ですよね。さっきのリナロサイトの下のリソースセンターっていうのがありますが、それと別にですね、 Linux ファウンデーションも実はいろんな会議をやっていまして、でこの資料をどこから来たかというと、Linux ファウンデーション、この Linux ファウンデーションのサイトの下にイベントっていうサイトがあって、で今日はこれ実はあのこの CLinux フォーラムも今 Linux ファウンデーションの下に入ってるんでジャンボリーですけども、この linuxfoundation.org の下のイベントの下にいろんな会議が実はあります。で今日ご紹介するこの資料はイベントの下のこれは Linux フォーラムっていうのは、実は今年の9月ぐらいだったかな、リーナスも韓国に行ったんですよ。で、Linux の重鎮がみんな集まって、で韓国なのでサムソン、LG、 あとはエトリっていうあそこの技術をやってる団体がいます。そこの人たちが集まってきて、僕たちはこのことやってるよっていう発表した会議があって、でそのスライドも実はこういうところに、これなかなか見つかりにくいので、あの皆さん見てほしいんですけど、ここに実はいろいろ上がっています。で、ですね、おそらく、世界で一番にっていうのも正しいのかもしれませんけど、ここに、The Big Little Switcher っていうサムソンの人が説明している資料が、僕がさっき見せた資料で、これが、これはちょっとですね、サムソンがですね、ビッグリトルを使ってこう作ったよっていう最初の説明の資料です。でこれは、来年の ISSC かなんかでも学会発表されることになっていて、これはあの高知情報として今出てる多分唯一のサムソンの論文ですけども、まあこれも皆さんに見ていただければいいんですけど、この中で、スイッチャーズってことが出てきますけど、まあどういう使い方、まあこれとか絵が出てます、まあ、さっきとの絵と一緒ですけど、あのA15 のコアの塊と A7 のコアの塊っていうのがそれぞれ、2個の CPU のセットに見せるという使い方ですね。なので同時にはデュアルコアの CPU が2個2種類乗ってて、それをカーネルの中で切り替えちゃおうと。で問題はですね、 L2 がそれぞれ持ってるんですよね。で L2 が持ってて割と珍しいところは共通なんですけども、で例えば A15 で何か仕事をしていて A7 に行きましょうっていう時はL2 のコヒーレンスを取らなきゃいけないじゃないですか。でそこは実はその ARM のこのビッグリトルのコアの中ではハードウェア的にコヒーレンスを取る仕掛けが入っています。なのでソフトは何かのきっかけを作ってやって、今は忙しいから A15 側で動かしましょう、 A15 のデュアルコアで動かしましょう、でそれを、で普通のアイドル状態になって仕事忙しくなくなったんで A7 側で動かしましょうっていうふうな、切り替えができるようになっていて、ですからユーザーから見ると普通のデュアルコアの CPU が時々切り替わって能力が変わるよねっていうふうに見せる仕方で、これが
今回サムソンさんがここで発表されている、カーネルスイッチャーと言ってる技術ですね。でこれは、そういう意味でいくとですね、これ実際 CPU コアがこの絵でいくと CPU コアが2個ずつかける2だから本当は4つコアが入ってるんですけども同時に2個使うやり方ですね。そういう意味でいくとこれは IKS と言ってますけどインカーネルスイッチャーという使い方でビッグリトルを使いましょうというのが今サムソンさんがやってるやり方で、実はもう一つの方法があってですね、どれだろうな、ビッグリトルにはもう一個やり方があって、このアームの資料を見ますと、ここにですね、実は今説明したのがスイッチャーという技術ですね。ニコニコの単位で切り替えると。もう一個ですね、その手前に、クラスターマイグレーションという技術があって、これは何を言ってるかというと、Linux の知らないところ、具体的なハイパーバイザーの領域でバカッと切り替えてしまいましょうという話です。ですから、カーネルから見ると、全く普通の DLL コアの CPU しか見えなくて、ハイパーバイザーで切り替えましょうっていう仕掛け で、これは皆さん容易に想像つくと思うんですけども、遅いんですね、スイッチ切り替えが。で、なんでアームを最初にこういうことを作ったかというと、この仕掛け、クラスターマイグレーション、そのハイパーバイザーで切り替えるやり方だと、Linux は何もしなくてもいい。別に全くそのままで、普通の SMP のカーネルが動いていれば、ハイパーバイザー側で切り替えてくれる。なので、これをチップの評価目的で、こういうものを最初に多分作ったんだと僕は理解していますけども、なので我々も、この辺のクラス、一番最初のチップの評価の時は、このハイパーバイザー方式を使っていました。で、その次に、このクラスタースイッチャー、IKS と言っています、カーネルスイッチャーが出てくるんですけども、その先にですね、ここに出てくる。終わってましたね。ですね、実はさっき例えば2個プラス2個だったら4個に見せたいよねって当然思うじゃないですか。でその時に例えば普通のコアとコアだったら4つのコアそれぞれが同じ能力だから単純に1個から4個までスケールすればいいんですけども、能力の違う A7 の2個と A15 の 2個っていうのをどう使ったらいいの、例えば A15 1個で動かすのがいいのか A7 2個で動かすのがいいのかっていろんなことがありますよね。で、このですね、全部の CPU コアをフラットに全部使えるようにしましょうっていうのをビッグリトル NP と言っています。ちょっとこの資料後ろの探せばどこか出てきますけども、で今はさっきサムソンさんがカーネルスイッチャーを最初製品化し技術発表しましたよっていうのを言いましたけど、同時に、ビッグリトル NP というのがARM も含めてみんな最終的にはやりたいことだよねと。でこれ何が起こるかというと、Linux カーネルスケジューラー自身が能力の違う CPU をスケールするっていうことを今できないですよね。です元々のインタラクティブ社と他のアクティブそういうことを持っていないので、ですからそのどうやったらそこのスケジューラーを最適にできるのかっていう議論を実はしていて、で、私自身はそういう仕事を今実はやってるんですけども、その辺の Linux カーネルスケジューラーのメンテナーっていうのはレッドハットのピーター・テレスティカっていう発音難しい人がいますけど、彼が、カーネルスケジューラーのメンテナーで、でトーマス・グライクスナーっていうのがLinux カーネルスケジューラーのコンピュアフェアスケジューラーとかを作ってる人で、ほぼその2人で、カーネルのスケジューラーのアルゴリズムって作ってるんですけども、で私は実は今のトーマスといろいろ一緒に仕事をしていてですね、で要は皆さんご存じ Linux カーネルスケジューラーというのは黒子なわけですけども、ユーザー空間に例えば CPU が非常に負荷をかけるようなアプリケーションとか、または割り込みドリブンでそのユーザーとインタラクションがあるようないろんな属性の違うユーザープロセスがいっぱいあったものを最適に時間配置とかリソース配置をすることによって全体がうまく回るようにしようねっていうのをもともとカーネルスケジューラーはやっている。でかつそれがプロセッサーの数が多くなればその数に応じてどういうふうにスケールしたらいいのかっていうのをスケジューラーが切り替えるわけですけども、そこの中にこの ARM のビッグリトル MP をどういうふうに入れ込みますかっていう議論を実は今一生懸命やっています。でこれは、現在オンゴーイングなんで、今トマスは私一緒にやってますけど、例えば来年の2月に先ほど上田さんが紹介されていたLinux、ELC の Embedded Linux Conference っていうのがアメリカであるんですね。でそこは2月なんですけども、その時ぐらいには例えばこんなふうなアイデアだよねっていうのを発表できるように今いろいろ進めていますので、ですからビッグトゥ MP 関係の話はそういう意味ではいろいろ現在進行形で進んでいますよっていうのを皆さんで今日紹介したさっきの上とかこのリナーのウェブを見るといろんな情報が出ています。なので、その辺はちょっとそういうの参考にされるかなと、どういいかなと思います。ちなみに、今回発表された ARM の64ビットも、
そのビッグリトル構成になっていましたよね。60ビットですが、A、いくつでしたっけ、54と57。53と57。なんかよくわかりませんけど、そういう名前がついていて、64ビットも、そういう意味ではビッグリトル構成になっています。なので、この先、まあ、Linux の中でこういう非対称能力コアのクラスターっていうのが、いろいろ入ってくるよっていうのは、まあ、この先の傾向としてあるのかなというふうに思っていまして、一応、まあ、この辺にそういうネタがあるよっていうことをちょっとご紹介しておきます。それから、これを一旦閉めていくかな。ちょっとネタ帳を作ってもらってもらえますか。あそこにネタ帳を作ってここまでなんか質問とかツッコミとかありますか。答えられる範囲で答えますけど。いいですか。じゃあですね、違う話をしようと思います。実は昨日、ARM の中国の人とちょっとリメールで会話をしたので、それがどこにあるかというと、こうです。皆さん、まあ、全員が ARM ばっかりじゃないでしょうけど、ARM を使っている方が多いんだろうなと思うんですけど、どう開くんだろうな。ですね、ARM の中にネオンっていうのが入っていますよね。で皆さんネオンを使ってますかっていう話なんですけど、実はですね、これはリナルの会議で初めて会って、今年のいつだったかな、これは名前見て分かれてる中国にいる方なんですけど、ARM の多分中国の研究所なんですね。でこのプロジェクト NE10 っていうのは何のことを言ってるかというと、ネオンの最適化をするためのコードをオープンソースで作っているプロジェクトなんです。で、今までネオンを使ってコーデックを作りましたとか、いろんな会社がいろんな、まあ、製品として出していたり、いろんなことをしていましたけど、これ ARM がですね、ネオンをもっと積極的に使いやすくするようにオープンソースでやりましたね。これ Google で ARM NE10 って引いていただくといろいろ出てくると思うんですけど、で、まあ、一応この資料昨日この子にちょっと会話して、この資料見せていいといいよって言ったので今日お見せしてるんですけど、これも挙げときますけど、NET は何ですかと。で、ここ見て分かるんです。ネオン用のライブラリを作ってて、それはサードパーティーライブラリとかアプリケーションから呼び出せるものだよって、そういうものを作りたい。で、これオープンソースでやりたいっていうのが趣旨ですね。で、ここに、まあ、V7 プラスネオンのいろんなものを作り始めたということで、GitHub、Git の方に情報が載ってますけども、まあ、いろいろ書いてまして、で、全部説明しませんけど、一応こういうふうな、三次付けのベクター計算とかそういうような命令をセットサポートしていて、ネオンをちゃんと使うと早く、まあ、ネオンを使うと早くなると皆さん分かってると思うんですけど、それの専用ライブラリとしてこういうものを作ってオープンソースにしたよという話をしていました。で、私自身はまだちゃんと使ってないんですけども、こんなふうに使って、まあ、呼び方が2つあって、NET をダイレクトに呼んでもらってもいいし、自動的にネオンがあるかどうか検出するようにしてもいいしとか、こういろいろコーディングのことを書いてますけども、ここに、まあ、今日僕はこれは紹介するのはオープンソースで出てきたんで、もっとこうしてくれとかいろんな意見があったらぜひフィードバックをちょうだいと皆さん言ってましたの で、これは ARM 自身は実はオープンソースってあまりやってなかったんですね、これまでね。で、さっきのリナラもですね、オープンソースと付き合うために作った団体なんですけど、あんまりオープンソースとうまく付き合ってるのかどうかは疑問ですが、これもそういう意味では ARM としては珍しくオープンソースでこういうことを始めたので、ぜひフィードバックちょうだいねっていうことを言っていましたので、この辺のコーデック系のことに関して皆さん関係がある方は、まあ、ここにいる方にオープン CV とかこういったものをオープン CV とも書いてますけど、やりたいと言っています。まだ現在あんなもっとプリミティブな FFT とかその話ばっかりですけど、なのでこういう、まあ、ネオンの活用っていう意味でもこんなものがあるよっていうのをちょっとご紹介しておきますので、興味があったら見てみてください。で、オープンソースなのでフィードバックウェルカムと言ってました。で、まあこれ始まったばっかりで、これからも頑張るからねって言ってたので、一応そういう話です。それから、なんだ、あとですね、ELC の話を少ししようと思うんですが、広がるのは結構悲しいな、画面がちょっとどこの辺が分からなくなっちゃうですね。
ELC ヨーロッパというのは、これは Linux ファンデーションの CEO ティングループの、まあ、僕とかティムとかのやっている、あの、技術者会議です。エンベッド Linux カンファレンスというものがありまして、これは年に ELC という名前で作るのは2回なのかな。アメリカで2月、それからヨーロッパで、まあ、9月の終わりとか10月にやる会議です。で、この前は、バルセロナで、9月だったかな、に会議がありまして、で、そこでも、実はいろいろいろな、あの、お話が、出ています。でここにこれも、これはあの eLinux Wiki、 皆さんが見ているここのジャンブリーと同じ場所ですけど、eLinux Wiki の中で検索キーワードで ELC とか入れてもらうと、まあ、ELC って言うといっぱいあの今年の2月のアメリカでやったものとかも含めていろいろ出てきますけども、ここで、プレゼン資料がほとんど公開されています。でこれ見ていただくと、いろんなプレゼンがあってですね、あのかなり面白いと思うんですね。で、あの、今回は ELC は、Linux Con、Linux Foundation のエンタープライズ系 の、 あの会議と併設だったので、なんとか500人くらいいたのかな、なんかとってもたくさんの人がいてですね、あの、改善も入りきらないぐらいの感じだったんですけども、そこでいろんな、あの、技術会議がされていました。で、一つはキーノートで Linux が来たんですね。で、まあ、Linux が、ダークハンドルってあの、インテルの人が、対談というかですね、そういう風になっていて、でダークホンデルはサボったのか考えてやったのか知りませんけど、ほとんど自分であのリーナスの説明はなくて、会場にいきなり質問あるかっていう風な振り方をしていてですね、でまあいろんな質問差が出ていたんですけども、あのまあエンタープレイの人が多かったので、リナックスは信頼性が悪いんじゃないかとかいろんな話も含めていろんな議論がありましたが、一つはアームの話をしていました。でリーナスは1年ぐらい前にこんなんじゃアームのコード全部消すぞって叫んだんですね。で、それ何を言ってたかというと、まあ、今日ご紹介いろいろしているように、アーム社は、CPU コアを提供してますけども、例えば割り込みコントローラーとかですね、そういうタイマーとかそういった要するに、コアのペリフェラルは各 SOC ベンダーがリズムで実装するんですね。なので、似たようなちょっと違うコードがいっぱいになっちゃう。で、そういう意味でいくと、コピペしたようなコードがあちこち出てきて、あの、どん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 コードが無駄にでかくなってるっていうのは許せねえと。でもう一つは、ARM のプラットフォームが多すぎて、でプラットフォームごとにコードがいっぱいあるのも、あの全然こう、なんかエントロピーを増大するばっかりでダメじゃないっていうのをリーナスが言って、なんとかしろと叫んだんですね。で、何が起こったかというと、皆さん、例えば、Ubuntu の DVD ロムを持ってきてパソコンに入れれば、どんなパソコンだってブートするじゃないですか。で、それは何かというと、当然そのブートする過程で、まあ、一つはパソコンには BIOS があって、割り込み番号とかアドレスとか同じようなマッピングされてるよっていうのが一つなのと、ブートするときにハードウェアをプローブして必要なドライバーを組み込む機能が入っているから、あの1個の DVD、1個のバイナリーでいろんなものがブートできる。でそれはまあ PC の世界では当たり前ということですけども、ARM の場合は、ボードごとに専用のブートローダーと専用のバイナリーを作らないとブートできないっていうのは、それはまあ僕ら組み込みの世界ではそんな問題だと思ってるわけですけども、その結果として、Linux のプラットフォームのコードの半分以上が ARM のコードになっちゃったんですね。あのアーチやアームの下ですね。でそういう意味でいくと、それをいくらなんでもひどすぎるっていうんで、リーナスが怒ってですね、でなんとかせえと、1年半ぐらい前に叫んだんですよ。で、それで、さっきのリナロもそういうことに取り組んでいるんですけども、何をやってるかというと、あのブートするときに、そのボードの情報とかチップの情報を参照して、それに必要なコードを引っ張って入れるようにしましょうという仕組み、フラットンドデバイスという FDT とか DET とか言ってますけども、そういうものを入れなさいとか、あと GPIO とか PinMax のところを抽象化して、ソフト的に どのピンにどのインターフェースが繋がっているのかっていうのを読み出させて、そこに、まあ、流通するキルにしなさいとか、要するに抽象化アブストラクションをもっと入れろということを、ARM としては、まあ、リーナスの言われたんでやっているということの話があってですね。で、実は僕らから見ると、正直全然嬉しくないです。なぜかというと、ブートするのに余計時間かかるし、コードはでかくなるし、ローダーからパラメータを出さなきゃいけないし、結構実はめんどくさい。で、僕のところの開発でサイモンというやつがいまして、デバイストリーの仕掛けの中でデバイストリーを使わずどうブートするかとかいう挑戦的なドキュメントを書いたやつがいて、実はですね、今 ARM のメンテナーは、皆さんご存知かもしれませんが、ラッセル・キングっていう人があの ARM の全体のメンテナーですけども、その下に今度 ARM SOC っていうのがメンテナーができました。アンド・バーグマンってやつがやってました。彼は、IBM の人で、IBM のドイツ人ですけど、彼はもともと PowerPC の人です。で、PowerPC の世界ではそういうデバイストリー的な発想がもともとあったんですけども、今の ARM は、
SOC が非常にみんな違うので、デバイス処理書くのはかなり実は大変なんですね。で、僕ら今散々困ってるんですけど、何が起こってるかというと、デバイスツリーに対応してないコードはメインラインに入れてくれなくなったんですよ。でこれは非常に悩ましい状態で、で、まあ、ルネサスというか僕のチームはですね、なんとか抜け道を探そうと思って、いろんなことをやってるんですけど、なかなかうまくいかなくて、で、まあ、当然その TI とかフリースケアとかもみんな同じ悩みを持っていて、でそこを一応そのデバイスツリー対応しましょうということで、一応みんな方向付けがされてきました。で、今回の ELC でそのリーナスが何を言ってたかというと、ARM に関して1年半前に叫んだけど、だいぶ良くなってきて、もう心配してないよって言ってました。なので、当面その ARM のコードが Linux から消される心配はなくなったと思うんですけども、まあ、同時にそのデバイスツリー真面目にやらなきゃいけないとか、PMAX 真面目にやらなきゃいけないっていうんで、我々結構余計なオーバーヘッドがかかってるなというのが私の正直なところですけど、まあ、そういうのがありました。あともう一つは会場の質問で、 Linux はもう20年経つけどそろそろ次のイノベーション起きないのかっていう質問が出て、で、リーナスの答えはですね、多分起きないと思うよと言ってて、なんでって聞いたら、ですね、オペレーティングシステム自身はもう十分必要な機能がいろいろ入ってきたし、この先のメジャーのイノベーションはもっと違う領域で起こるんじゃないのっていうことをリーナスは言ってましたね。で、これはまあいろんな意見があるのかもしれないけど、 Linux がそういう意味で OS として非常に、まあ、だんだん成熟してきて、他のものからなくなって、でも Linux にだんだん変わってきたのかなっていう、そういうのを踏まえて、そういう話をしていました。で、実はその ELC と一緒にやった LinuxCon の中では、今のホットな話題はですね、ネットワークのクラウドスタックとか地形ですね、オープンスタックとかクラウドスタックとか、あの辺 の要はクラウドを支えるネットワークプロトコル、今までその皆さんその家の中とか会社の中でルーターを使ってインハウスのルーティング制御とかやってたと思うんですけども、例えば Google とか Amazon とかやってるみたいに、広域のネットワーク全体の経路制御とか待機制御全部全体で制御しましょうみたいな話が今どんどん出ていて、その辺の話題が今一番実はホットになっていてですね、そういう意味でいくと OS はまあある程度もうできてきたんじゃないのっていう意見がありました。で、あとリーナスが質問される前に勝手に答えるって言ってたのは、なんでリラックス開発者に女の子がいないんだっていう話を言ってて、僕はウェルカムだって彼は言ってましたけど、 99.何%、まあいないわけじゃないんですよ、数人はいるんですけども、ほとんど男のバカなんですよね。で、これはなぜなんだろうっていう議論があったのと、リラックス開発者がだんだん年を取ってて、リーナスの代わりはいるのかっていう質問も出てましたけど、まあ確かにそうなんだけど、でも若い人もだんだん入ってきてるよっていうのは実はリーナスが言っていて、で、確かにですね、コミュニティはいろんな人がいますよね。確かに平均的には年が増えて、みんなおじさんになってきた感じがしますけど、若い人も入っているので、ぜひそういう若い人たちもやってほしいってリーナスは言ってましたので、まあ、そういう意味では一応健全な方向というか、一時ですね、今さっき言ったそのクラウドスタックとかそのオープンスタック系の人たちは昔の Linux と一緒で、議論100室で全然収集がつかないみたいな感じになってますけど、まあ、リラックスはそういう意味では大人の集まりになった感じがちょっとあって、リーナスもですね、僕らはアーギュメントが好きだって、ね、議論するのが好きで、メーリング上で時々言葉遣いが悪くなったりすることもあるけど、基本的にはいいやつの集まりなんだというふうに言ってましたので、そんな感じでしたね。なので、ELC 自身は、そのセッションは人がいっぱい入っていました。で、今日僕自身はサボっててあまりセッションたくさん出てないんですけど、僕のところの人がやってくれた、これティムがですね、ティムがやったのはどれだ、ありません、ティムが、僕をやったんです。で、ティムはこのティムバード、デベロッパーツーランドメソッドっていうんで、 Git のコマンドこんなのがあるよねとかいうのをお互い言い合おうみたいな会議をしてて、ティムがいくつか餌をまいたら、ここに会場にそういうグループの人たちがいっぱい集まっていたので、いや、もっといい方法があるよってティムが自分で一生懸命ノート取ってましたけどこれは多分どっかの ELC から今度説明してくると思いますけど、一応Git のコマンドの使い方とか、いろんなツールをこうしたらいいよねとか、ね、これ僕で彼がやっていました。ちょっとだけ紹介したかったのは、このローレント・ピッチャートっていうのは僕のチームにいる人ですけども、Linux ファンデーションの選ぶ30人の会社の中に選ばれましたね、今回ね。で、彼が紹介したので、ちょっと言葉だけ皆さんにご紹介しておきたいんですけど、皆さんのグラフィックのデバイスとして普通はフレームバッファー FEDEV っていうのを使ってますよね。で、FEDEV の機械というかですね、新世代のものとして、これってなんかでここなんないかな
ルは落とせばいい。ダウンロードしてくれ。何をつけてるの2つ目なんだけどな。TMS って。ルームを開いて。ですね、ここに DRM、DRM ってあのデジタルレートマネジメントではありません。あの会社だとデフォルトでデジタルレートマネジメントだと思うんですけど、そうじゃなくて、ダイレクトレンダリングメカニズムというのがあります。はい、で、これはですね、あのフレームバッファーとかビデオフォーリナックスとかいうあの、ずっとみんなが使ってきた、もともと PC の X ウィンドウですよね、X ウィンドウをベースとした、そういうグラフィックフレイヤリングフレームワークの仕掛けがありますけども、ここが、次世代のものにどんどん変わっていくという話で、DRM、KMS っていうのを紹介したよっていうのがあって、これちょっとあの僕全部説明できませんけど、これなんかフレームでみんなからフレームあるかもしれないよといろいろ書いてて、でまあ何言ってるかですね、これまあいろいろこの資料も後で、URL を置いておきますけど、さっきのところにありますので、例えば最近ウェイランドとかダイレクトフィーとかって皆さん結構出てくるじゃないですか。で何言ってるかというと、ウェイランドはインテルが主にやっている X ベースのレイヤリングのメカニズム、ダイレクトビーというのは僕はずっとやってるんですけども、あの元々テレビ向けに作ったあの組み込み向けのレイヤリングメカニズムで、それぞれいろんな仕掛けがあるよねとなってて、あとはロー AP ってハードを直接叩くっていうのがあるよねと、であとさっき言ったダイレクトレンダリングメカニズム FBDEV と VDEV フォーリナックスで、実はそれぞれがあの機能が被っちゃってるね。例えばレイヤーの管理はどこでやるのっていうのは FB でもできるし VFR2 でもできるしっていうんで、いろいろその辺が重複してるよねと。でまあこれはあの歴史を書いていて、どんどん技術いつ出たのって書いてるんですけど、でここに見ると、例えば DRM、FB、VFL2 で、ダイナミックアリオペレーションは FB はできないけど、他はできるよねとかですね、あのいろいろこう、いろんな機能に対して、どれができて、どれができないということをいろいろ書いてます。で、彼が言いたいのは、この先 DRM だよねっていうことを言いたいんですね、きっとね。で、実はあの私も、今自分のところのチップとかのレイヤリングサポートの話をいろいろ考え、例えばあの、まあ、最近そういうことを考えるとか、あの全部こうウィンドウがこうオーバーレイで出てきてオンデマンドで上に表示するとかいろいろありますけど、その辺のレイヤリングであるとかビデオのフィードとかそういうのをどうやってやるのっていうのいろいろ仕掛けがあるよねというのを書いていて、で、まあ、今日皆さんその DRM っていう言葉を、まあ、覚えやすいというか言葉的にはすでに知ってたので、ダイレクトレンダリングメカニズムっていうのを覚えていただいて、実はあの PC 系の Linux でもどんどん DRM ドライバーが入ってきています。でこれを使うとですね、いろんな新しいことができるよって言うんで、まあ、これ面白いんだけど、ドキュメントはどれが多いのって言うと VFR2 が圧倒的に多いねとかいろいろ書いてたり、あとこれはこのドキュメントですね、なんかコードサイズはどれがでかいのとかですね、あとどのくらい API が変わっているのどのくらい進化してるのとか見ると、例えば DRM はあるとか急に立ち上がって進化してきたよねとかですね、 VFR2 はずっと言ってて FB はだいぶ固まって安定してるよねとか、こういろいろ出てきますけど、あのこういうのが出ていて、でまあ彼はあの技術者なんですけど、例えばメーリングさんはどのくらいアクティブなのとか比べてるんですけども、どのテクノロジーがドミナントですかっていうのをいろいろ彼は知っていて、で、まあ、これあの実際のパイプラインをこう書いたりしたとか話をいろいろ書いてるわけですけども、これが面白くて、今世の中には14個のコンピーティングスタンダードで似たような競合するのが表示が14個あるよねって真ん中に言ってるのは、だからユニバーサルも作らなくちゃいけないってみんな議論してて、そうすると15個目ができて15個できるっていうのを書いてるんですけど、なので、まあ、オープンソースにありがちなこういう話なんで、だからこそ彼は今要するにお互い誰が何やってるかまず並べてみようよでどれがいいか議論しようって、ね、最初のフレームだって言ってたのはそういうことなんですけども、でちょっとその、単に技術でこんなことやってみましたっていう発表するだけじゃなくて、こういうふうに技術をどこに持ってったらいいのっていう議論は結構大事だと思っていて、で私も実は DRM をちゃんと組み込みで使えるようにしましょう、 KMS DRM をちゃんと使えるようにしましょうっていうのを今一生懸命やっていてですね、例えば今あの OMAP の持ってる OMAP DSS で ディスプレイレインシステムとかいろいろありますけど、そういうものと DRM をどうつなぐのとかいう議論をまさにいろいろしようとしていて、なのでちょっとそういう意味ではこういう場もですね、あのいろいろ技術をやって試してみましたら全然 OK だと思うんですけども、フラットに見て今何があってどこに行くのが一番いいのっていう議論をしていかないと、オープンがゆえにですね、だんだんこういう発散してしまうっていう話になるので、まあ、そういう意味では技術のリーダーシップを取るというか、そのみんなで集まって議論するっていうのはとても大事だなというふうに思っています。なので、こんな話がありました。そうですね、でまあこれはじゃあ資料で、これ以外にもとっても面白い発表いっぱいあって、例えば毎度のブートタイムの高速化とか議論もまたあってですね、でこれも
僕自身は私の半導体さんだからってこともあるんですけど、ブートの仕掛けというのは実装に依存すると思っていて、お客さんのユースケースごとにどういうふうなテクニックを使ったらいいのとかいうのはいろいろあると思うんですけど、ちょっとだけ一つだけ面白かったのは、さっき今日びっくりという話とかもしましたけど、プロセッサーのコアの数がどんどん増えていて、で SMP もそうだし、さっきのびっくりというのもそうなんですけど、起動にすごい時間がかかる。なので一個だけちょっと新しいなと思ったのは、最初 UP でわざと上げて、ユニプロセッサーで上げてブートしてから、CPU ホットプラグで後の C プロセッサーを足すっていうテクニックを言っていて、これはちょっと面白いなと思いました。なので今実際それがどのくらい速いのか今試してるんですけど、そんなに変わらない気もしますが、その身を削って本当に数ミリセカンドでも速くしたいみたいなことをしていくときにはそういうのが効いてくるのかなというふうに思っています。で、そういう意味ではいろいろそういう実装、実はその ELC のメーリングリストの中でまだそんな議論してないから、俺はもうブートタイムは10秒だとかそういう議論がありません、ね、そういうことじゃなくて、いろんなテクノロジーをそこでお互いに紹介し合って、いいところを使っていけばいいのかなというふうに思いますけども、そういう意味ではそこにいろんなネタが入っていますので、今日いろいろご紹介した、この Linux コンとか ELC の資料であるとか、さっきのリナーの資料であるとか、ああいうところにいろいろあるので、ぜひそういうのを見てください。で、今日は僕は技術の中身を全然喋っていないので物足りないかもしれませんけど、それはそれぞれいっぱいトピックがあって、こういう場でこの辺どうなのって逆に皆さん振ってくれたら、それ次回にそういう話がいろいろ出てくるかなというふうに思います。で、どうしましょうか、何時までしたっけって、とりあえず11時半なんですけど、はい、先に LTSI の話をしていいですか。そうですね、はい、はい、じゃあですね、あと30分なんか喋るというで、ちょっと話題を変えて LTSI の話をさせてください。というのは、さっき LTSI を知りたいという方もいらっしゃったので、資料は何を使うかというと、ちょっと出てきた資料そのまま使って喋りますけど、これは今年4月に喋った資料ですから本質は変わってないんで、まずちょっと LTS をよく知ってるってことはどのくらいますか。そんな多くないですね。じゃあよくしてる方は同じ話ですみません。まず LTSI とは何ですかっていう話で、今日最初に僕カーネルの本家の話をしました。3.6.9 が今の最新で、3.5 は EOL、3.4 がロングタームだよって話をしました。でそれは LTS です。ロングタームステーブルです。で今からお話しするのは LTSI って I がついてます。でその場は何って話なんですけども、まず LTSI はさっき言ったそのコミュニティのロングタームステーブル、今まで言うと 3.4 がベースになっていますよと。だけどプラス、産業界の要求のコード、何を言ってるかというと、分かりやすく言うとですね、3.4 っていうカーネルは2012年の5月に出ました。で例えば今皆さんが新しい SOC を作ったとします。だけどそのコードはもうできちゃったカーネルには入らないですよね。要するに 3.4 の開発自身はもう終わっているので。だけどステーブルを使った方がいいよねって今日僕が言った通りで 3.4 を使いたいと。そうすると何が起こるかというと 3.4 に自分でコードを足さなきゃいけなくなります。でそれは、過去皆さんそういうふうにしてきたんですし、僕ら半導体から見ると常にそういうふうな自分のチップのサポートためのコードを追加しなくちゃいけないってことがあって、それで何が起こるかというと 3.4 にじゃあパッチを出しますと、お客さんに配りますと。そうするとそこで終わっちゃうんですよ。で要は本当は今の、例えば今日は 3.7 の RC7 でしたけど、さっき、8でしたね。でそういう意味でいくと次にコードが入るチャンスがあるのは 3.8 なんです。なので今日何かやろうとしたら 3.8 に向かってコードを書いてメーリングリストでレビューしてもらわなきゃいけないんですけど、 3.4 のパッチを作ったところで終わっちゃうんですよ、みんな。でそうするといつまで経ってもそのチップのコードがメインラインに入っていかないっていうことが起こるので、そこも何とかしたいという思いがあってですね、そういう意味でいくと産業界のコードというのはそういうふうな、要するにステーブルなんだけどそこに自分のパッチを足したいなという人のできる場所を作りたいと思ってるんですね。そういう意味でいくと、ここは、Linux ファンデーションで LTSI をやっています。で Linux ファンデーションでやってるとどういうことかというと、コミュニティでやってるわけではないので、どういうコードを入れるとか、どういう運用をするとかは僕らが決められるようにしています。なので、そういう意味でいくと、今日集まっている皆さん、もちろん、
リラックスの趣味っていう方もいるかもしれませんけど、ほとんどは仕事で多分使ってると思うね。仕事で例えば僕の使いたいこのチップのコードが入ってないじゃんと、なんとかしてくださいって話をここにぶつけてもらえば、そこで議論して入りますよっていうふうになっているっていうのはコンセプトになっています。で、2番目に書いてあるのは、コミュニティでいろいろメンテナンスをしますよ。さっきセキュリティホール国防省って話をしましたけど、そういうセキュリティパッチはコミュニティ側であったというのが自動的に来ますよと、だからそこは自分でやらなくて済みますよって話を書いてると。で、一応リラックスファンデーションの中の活動なので、で、実はですね、このトリックがあって、リラックスカーネルコミュニティのステーブルカーネルのメンテナーは、グレッコーハートマンという人がやっています。今、デバイスドライバーのメンテナー、USB とかメンテナー、まあ、リラックスの今親分みたいな人ですよね、まあ、リーナスのナンバー2みたいな感じの人ですけども、で彼がステーブルメンテナーなんですけども、同時に、彼はリラックスファンデーションの、フェローになったんですね、今回ね、まあ、去年の今年の春かな、あ去年かな、今年ですね、になったので、彼は LTSI のメンテナーでもあるんです。なので帽子を2つ持っていて、コミュニティのステーブルメンテナンスをしながら、LTSI のメンテナンスもしていると。でこの後小林さんがツイッターに書いてましたけど、ソニーの人が一生懸命 AFS の立ち上げたら、グレッグがコミュニティのメンテナーの周りでボコボコに言ってましたけど、あれは本当はやりすぎで、本当はコミュニティの、コミュニティはですね、ストリクトにやるんですね。要するに変なことが入んないさせちゃいけないんで、こんなことはパチのコンボの位置が間違ってたらダメだと言って切るんですけども、LTSI は産業界向けなので、コミュニティのパチのかけとかそんなに慣れてない人でもそこを受け付けてあげなきゃいけないんですけど、まあ実際は、今はコミュニティのメンテナーのノリでやっているので、ちょっとそこは改善の余地があるんですけども、一応そういう場所です。で、具体的には何が入っているかというと、まずカーネルだけ作ってます。で、カーネルだけ作っているということは、実は全然皆さんにとっては助けにならないし、 Linux はあくまでディストリビューション DSP、 要するにツールチェーンとカーネルが最低限セットじゃなきゃ困るし、できればその上で動くユーザーランドのコード、まあ、BGBOX なのかなんか知りません、そういったものも含めてセットで提供されると本当は使えないので、カーネルだけでは逆に困るんですけど、逆の言い方するとカーネルなので何にでもくっつく、Android だろうが、何でも、僕今例えばさっきビックリトルって話したんですけど、ビックリトルも LTSI で実はやっています。なのでそういう意味でも何でもつながるよって話です。で、一応これみんなで使うので、産業界で集まってどうしたいっていう議論をしましょうねというふうになっていて、で実は今はもともとこの発動は去年の10月に始めたんです。なのでちょうど今1年ちょっと経ったところです。で、最初はですね、私と NEC の柴田さんで考えて、もともとの発端はですね、小林さんは知ってると思いますけど、うちの会社にチャックさんってとっても偉い方がいて、あの人に僕は何やりたかというと、お前はリラックスの関連進化を止めたら褒めてやるって言われたんで、何が言ってんだかなと思ったわけですけども、ただ言ってる気持ちも分かるんで、別に関連がどんどん進んじゃうのはついていくのは大変だっていう思いは確かにみんな持っていると。なので、そういう意味ではカーネル進化を止めることはもちろんできないんですけども、どっかそういう踊り場みたいな場所を作って、そこでみんな1年とか2年はそこで同じものを使えるようにしたらいいよねっていうのがもともとの発想です。なので、そういう意味ではこういう LTSI のコンセプトを作りましたよというふうになっていて、で、ここで言葉の勉強でメインラインはさっき言った本家の行動、それからロングカムステープはさっき言った、年に1個選ぶものなんですけど、ここですね、実はもともとは何がステーブルになるのっていう決まりがなかったんです。勉強さんが言うと、例えばレッドハットとかスーゼみたいな人たちが、俺はこれを使いたいからメンテしろって言って、実は彼らはメンテナンスするための人とかお金をコミュニティに送り込んで、特定の場では 2.4.2 とか 2.2632 とかそうでしたかね、なんかそういういくつかのバージョンを決めてそれをメンテしました。だけど我々ユーザーとか組み込み会の人から見ると、どれがステーブルか分かんないので、従来はバラバラになっちゃってたんですけど、ルールを去年変えたんですね。で、どういうふうにしたかというと、年に1個選びます。例えば2012年は 3.4 と決めました。2011年は 3.0 にしました。2013年はまだ決まってません。で、皆さん例えばじゃあ Android どうなってんだっけというふうに考えると、ジンジャーブレッドは 2.6.35 でしたよね。で、今のジェリービーンズになってからカーネルバージョンと1対1に対応してないんですけども、一応 3.4 で作ろうねってことになってるんですよ。で、まあ、Google 自身は僕らの言うことなんか聞きゃしないので勝手にどんどんやるんですけども、でも皆さんご存知と思いますけど、 Google は最初Android Google パッチって何百っていう独自のパッチをいっぱい出してましたけど、それすごく減ったんですね。で、これは去年のカーネルサミットで、まあ一回喧嘩したけどもう一回仲良くしようっていうわけじゃないのかもしれませんけど、少なくとも
Google も関連コミュニティに対抗的な姿勢でこれは使えないから俺が勝手に作ったってやり方が良くないよねってなったんで、お互いに共存できるようにしましょうってことで 3.4 ぐらいから Google のコードかなり入りました。なので今 Android もできるだけ普通の Linux 関連が使えるようにしようとしている。で最後残ってるのがパワーマネ関係ですね。ウェイクロックスとかああいうとこですけども、でそこも今名前をもともとそのなんで Android がそういうことをしなきゃいけなかったかっていうのをコミュニティも考えて、例えばオートスリープっていうふうな値を名前を変えて、ウェイクロックスの名前を変えてオートスリープっていう名前に変えて今もう一回メインラインに入れてます。でそういうので Google 自身も、まあ、結果的には LTSI のバージョンと揃うようにしたい。でこれはまあ水面下でいろんな会議があって、来年2月にELC があると言いましたけど、 ELC の時に必ずその Google と集まる会議を年に1回やってます。でそこに、みんなで、まあ、数人で集まって次こうしようねっていう会議を、別に談合してるわけじゃないんですけど、カーネルバージョンを合わせるための会議とかテクノロジーの方向を合わせる会議をしてますけど、そういうところでバージョンを合わせていこうねっていうのをしてます。なので、今日まあ一つ皆さんに覚えて帰ってほしいのは、2012年のステーブルは 3.4 です。でこれは2年間なので、2013年と14年の5月までは最低コミュニティでメンテしますよっていうふうになっています。なので今選ぶなら 3.4 を選ぶべきですよね。で、その先どうなの、例えば車なんかだと私たち2年住むわけないんじゃないかって10年いるっていう方も言われるので、そういう場合はさらにどこかから何かを選んで、それをもっと長くメンテするところも取ることができるのでグレッグの言い方も最低2年はやるよという言い方を彼はしています。でここによく書きましたけど、普通のバージョンは今日最初に話したように2世代しかメンテしないけど LTS は長くいくよっていう話ですね。でですね、ちょっとこれはそっかそっか、でこれ最初に話した話ですけども、LTS と LTSI の違いは何ですかって具体的に書いてますが、 I にはさっきインダストリーの要求を入れますよって言ったけど、具体的に何をするかというと、例えば 3.4 に対して今日の最新はさっき何度も言いますけど 2.6.何でしたっけ、3.7 の RC8 でしたけども、そこの 3.4 と 3.8 RC7 の間には約半年今日の時間差があるので、その中で新たに入ったコードは持ってこれます。例えば、まあ、僕がチップを作ってるんで新しいチップを作って 3.7 でコード入りましたっていうふうになっていれば、その 3.7 からバックポートして 3.4 に持っていくことができます。でこれはまあすでにコミュニティでレビューして 3.7 に入れてやるよっていう、はい、合格したコードなんですよ。割かし数なり持ってこれます。それから、3.7 にも入ってメインラインにはまだ入っていないんだけど、要するに各チップベンダーがインハウスでコードを持っちゃってるんだけど、それも入れてねっていう話は聞く耳を持つようにしています。で具体的に言うと、例えばクアルコムさん、クアルコムは当然いろんなものをやって、世の中にたくさんの人が使ってるわけですけども、クアルコムのコードって実はメインラインにあまり入っていないんですよね。で今回ですね、今年の9月ぐらいにクアルコムは、もともとコードオーロラっていうのはクアルコムの自分のところのツリーの名前ですけど、コードオーロラフォーラムっていうのを使って、コードオーロラのコードを公開するようにしました。でそのコードオーロラのコードをできるだけマスターコードにマージするっていう活動を実は始めたんですね。でそういうのも含めて、実はフリースケールであるとか、今回はアトメルも入っているし、あと TA とも会話しています。なのでそういうメジャーな半導体がもともとメインラインに入れてなかったんだけど、ゆくゆく入れようと思ってるんだけど、まずは 3.4 に入れてねっていうコードを周りする努力をしています。で今回そういう意味でいくと、まあ、我々のレンサスはもちろんいっぱい入ってるんですけど、それ以外にもいろんなコードが実は 3.4 に入っていて、実はですね、ちょうど一昨日、3.4 の RC1 っていうのが出ました。これ何を言ってるかというと、3.4 のコードで、これからテストしてねって一旦固めたものっていうのが一昨日出ました。でこれはあと僕は小林さんと伺いしたいと思ってるんですけど、実はですね、これも、こんなの見せてどうするのっていう話もあるけど、実は僕のチームで、昨日会話をしてですね、3.4 の、そうか、今日うちの小林君が来てるから、うちの小松さんから僕も言って何を言ってたかというと、3.4 の RC 出ましたねって、実は彼らは製品を作ってる人たちなので、現場でお客さん見て仕事してたんですけども、実は我々連鎖の中ではその LTSI がいつ RC 版が出るんだって一生懸命実はみんな見てる人がいっぱいいて、
じゃあ、ナコさんテストするんですねって言われて、はい、やりますやりますって言ってるところなんですけど、そのテスト計画を実は作って、どのボードでどのテストをするのって今一生懸命中で議論しています。で、皆さんも多分興味あるのは、LTSA はいいけど、誰がテストしてるの、誰が品質見てるのっていう話で、これコミュニティのコードで、あ、まあ、世界のコミュニティですね、リラックスファンデーションのコードで、商用コードではないので、モンタリストとかでウィンドリガーがやってるようなテストはできないですけども、少なくともパッチを投げた人は、その自分の投げたパッチが今のマージされた後でもちゃんと動いてるよねっていう確認をする義務はあると思ってます。で、それを我々やろうと思っていて、なので、今そういうテストを始めるところです。で、これが、この上に書いてるあのニューリーアデッドデバイスドライバーとかニューリーアデッドフィーチャー。で、フィーチャーは、例えばですね、今回入れたのは何だったかな、例えばあの今日の午後のセッションで、あのイーグルのデミアンさんという人が説明しますけども、デミアンは、ちょっとこれ僕さっき言ったかな、グレッグがですね、これが、こっちだな、これは、こっちだな。これがグレッグが昨日出したメールですけど、I'd like to announce LTSI3421RC1 が出たよと言ってて、でここに何が入ってるのっていうサマリーがここに書いてるんですね。例えば、AF バスのパッチが入ったよ、LTTN で新しいのが入ったよ、あと PLAMFS と A2FS は、これ、BAT Disable D2 Build Program って書いてあって、入れたけど、Enable するとビルドで追っかけるから直してねっていうことですけど、入ったよとかですね。あと、ボードサポートパッケージは、うちのやつアルマジロとか、いろいろボードがいっぱい入ったよって話が書いてあって、でこの最後に、あ、忘れてたと。ここに書いてあるのは DMA マッピングっていうUIO とかから使う DMA のユーザー空間の画面からのマッピングするソフトがあって、これは、なんだ、Lots of people were wanting でもみんな欲しかったんで、ありがとうデミアンって言ってるんですけど、で、今日このデミアンが、俺はお前褒めれるとか今日説明するよって呼んだので、僕を来て説明しますけど、実はこういうところで、DMA マッピング自身はですね、実はアップストリームは入ってないんだよね。最新でも。3.7 でも入ってないですね。で、多分その辺の一番新しいところを3.4 に入れているので、その 3.4 に対して相当パワーアップしています。なので、これを、で問題はですね、まあ、今日こうやって皆さん分かるかとかある程度集まってるんで、こういうふうに説明すればいいのかもしれないけど、何が LTSI 3.4 嬉しいのっていう話をもうちょっと本当は僕は説明しなきゃいけなくて、標準の例えば 3.4 に対してこんな風に機能が増えてますよっていう話をしなきゃいけないと思っています。それをこれからちょっと説明を書こうと思ってるんですけども、そういう意味で言うと、まあ、数百個のパッチが入っていて、数十人の人が参加しているので、そういうものがこれから出てきます。なのでこれから、皆さんが、まあ、これから製品を作るときに感じられるんだったら 3.4 を選ぶのはまあ当然それしかないと思ってるんですけども、ぜひ LTSI 3.4 を選んでほしいなと思っています。で、もう一つ、ちょっとですね、話があちこち言って申し訳ないんですけど、一個だけ皆さんに説明しておきたいのが、YOCTっていう活動をご存知でしょうか。YOCTっていう活動は、Linux ファンデーションの活動で、もともとはインテルさんが主導で始めたものです。YOCTって何のことかって、数字の1000とミリとかの単位で一番ちっちゃい単位は YOCTって言うんですけども、で、ですね、何をやるものかというと、組み込みリラックス向けのディストリビューションを作るためのツールです。正確に言うとディストリビューションそのものではありません。何を言ってるかというと、さっき BSP が大事だよねって言いましたが、BSP を作るのには、まあ、カーネルも持ってこなきゃいけないし、コンパイラーも持ってこなきゃいけないし、ユーザーランドもいろんなパッケージが何百とあって、それを選んで持ってくるわけですけども、その持ってくるのを自動化するための仕掛けです。で、そういう意味で YOCTは、もともと YOCTの元は、オープンエンベデッドっていうオープンなディストリビューションがありました。世の中にはジェンツーとかデビアンとかいろいろそういうオープン系のディストリビューションがいくつかあるんですけども OE っていうのはそのエンベデッドで最初から作るように組み込み向けに作ったディストリビューションでした。でそれをヨクトがそれを元にしてですねヨクトの BSP っていうのを作るようになっていて、でこれはインテルが主導と言いましたけど今では TI も一生懸命やってるし、フリースケールもこれからやっていこうとしてるし、まあ、レネスもこれからこれを使おうとしてるんですけども、こういったいろんな半導体メーカーがそれを使うようになってきたし、あとモンタリスタ、ウィンドリバー、メンターグラフィックスとかそういう主要なディストリビューションもヨクトで BSP を作るようになってきました。で何が起こるかというと、
番組は例えば半導体さんがチップを作ってお客さんにあのこれが評価用の PSP ですよって渡したときによくそのレシピをつけて渡します。そうするとお客さんはそのレシピを持っていろんなモンタリさんみたいな会社にこれをうち用に味付けしてって言って頼むといろいろそういう緑を足してもらったりすることができるので、そういうインダストリー間の受け渡しをするための標準語になるものだと思っていて、でこういうものがあるんですけども、ここの面書いてあるヨクト &LTSI リリーススケジュールっていう資料でですね、これあの今年のいつだったかな8月ぐらいに、私がインテルと一緒に話をつけてこういう話になったんですけども、ヨクトはもともと独自の活動でやってたんですけど、 LTSI もリラックスファンデーションの中の別の活動だったんですけど、ヨクトで LTSI のカーネルをサポートしましょうっていうのが決まりました。でここで見ていただくと随分失礼申し訳ないですけど、今年2012年10月に、これ8月なんですね、もう9月ぐらいですね、ヨクトの 3.4 っていうのはこれはね、ヨクトのバージョン 1.6 っていうバージョンなんですけど、ヨクト 1.6 っていうのが出ました。でこれはカーネルバージョン 3.4 なんですね。でまだ LTSI の 3.4 はできていないので、年末なのでヨクトの 1.7 来年に出てくるものから LTSI がサポートされるようになります。で、そういう意味でいくとあの LTSI のさっきカーネルしかないよって言ったけど、ヨクトを使えば LTSI を使った BSP ができるようになります。でその辺の自動化の仕掛けってこれから作ろうと思っているので、あの皆さんはそれができたらあの随分楽になるように思います。で最後ね、ちょっとだけ1個だけあの新しい話、ここまだどこでも世界中どこでも喋ってない話を随分あのここで紹介するんですが、実は 3.4 の LTSI ももうすぐ出ちゃうんですよね。2012年の末には LTSI の 3.4 としてリリースしちゃいます。そうするとじゃあ来年出るチップはどうするのっていう話になるわけですよね。でそこはもともと考えてやって、LTSI 自身は 3.4LTSI が出た後でもそこからもう継続してパッチは受け付けます。マージはしないんですけど、でどういうことが起こるかというと 3.4LTSI でツリーができて、その周りにマージされないパッチがだんだん積み上がっていくんですね。でその状態をもともと考えていたんですけど、そこからユーザーが自分で好きなものをチェリーピックしてくださいねっていうふうな言い方をもともとしていました。だけどそれは結構大変で、要するに LTSI 3.4 は1回テストするとき、まあ、マージしてテストするので一応一貫性保てるんですけども、その後いっぱい何百っていうパッチが集まってきちゃうと、どれとどれを組み合わせていいのっていうのはなかなか難しいですよね。でそこを自動化しようと思っていて、そこにヨクトを使おうと思ってます。でこれ今ヨクトの人たちとまさに会話してるところなんですけども、あの僕自身の仕事でもあるんですけども、来年のヨクト 1.7 が出るときまでに、LTSI の後から足されたパッチ群っていうのをチェリーピックするための仕掛けを作ろうと思ってます。具体的にはちょっと今現在考え中なんですけど、LTSI 自身はメーリングリストにパッチがついたものが集まっているだけなんですね。であのパッチワークっていうソフトをご存知でしょうか。パッチワークっていうソフトはメーリングリストの中から、メールについてるパッチの部分だけを抽出して、そこにタグがつくソフトがあります。でこれ例えばあの LKML とかもそうなってるんですけども、 LKML、パッチワーク .kernel.org なんかっていうのを打ってもらうと、そこに LKML に入ってる、LKML の中もさらにディスカッションもあればパッチもあるんですけども、そういうパッチのついたものだけを選んで、そこにタグがつくんですね。で、それを HTTP で引っ張ると、そのメーリングリスト上に入ってるアーカイブの中の特定のパッチだけを選ぶレシピが書けるっていう仕掛けがあってですね、そこを、ビジュアライズするようなツールを作ろうと私は思っていて、あのそれをあの公開しようと思ってるんですけど、それができると皆さんは LTSI の 3.4 のリリースに対して自分でこれとこれとこれが欲しいよって選んだら、それは自動的にレシピに載せてビルドできるっていう仕掛けを作ろうと思ってます。でこれはあの外に向けて喋るのも今日初めてなんですけど、そういうものを今あのこれから来年の2月の ESC に向かって作っていこうと思っていて、ですからそういう意味で 3.4 のリリースは年末に終わりますけど、今からでも遅くないので、皆さんはこういうコードを使いたいっていうコードがあれば LTSI に投げていただきたくて、それを後でチェリーピックする資格も作りますので、あのそういう形で要するに最先のチップを安定した関連を稼ぐっていうふうなことを作っていきたいと思ってますので、あのぜひあの使ってほしいなと思って、あの今は今日冒頭に言ったみたいに関連を作ることに関しては半導体さんが職務あのやってるんですけど、使う方もそういう意味ではあのうまく使う資格をぜひみんなで工夫してあの知恵を出し合いたいなと思ってますので、 LTSI を使いたいのがここが気に入らないとかいう話をどんどん言ってほしいなと思ってますので、ぜひあの、まあ、これは僕と柴田さんでやってますけど、あの C ワーキンググループの活動でこの場所でも毎回この話をすることになってますので、あのぜひそういうふうなご意見とかご提案とかあったら言ってください。で、まあ、要するにせっかく産業界のために作ったものなんで、
みんなでうまくつかないともったいないというふうに思っています。ということで、一応大体ほぼ30分になりましたけど、いかがでしょうか。ありがとうございます。質疑応答、コメントとありましたら、提案で。今日は海外つないでないんで、マイク使わないでも、どんどん喋っちゃって構いません。喋っちゃってください。そうか、ビデオ撮られてたんですね、これ。撮られてた。そうですか。差し支えあれあるところ、後でピー入れておきましょう。会社のマークとかの消しといてください。大丈夫ですよね。多分。はい、先ほど、クアルコムのコードオーロラのコードがパネルに入ってきて、はい、LTSI の 3.4 に入ってきてる。ですね、クアルコムのアクセルパネルは僕はずっと話をしていて、LTSI に入れ入れって言ってるんですけど、まだ実は LTSI に入ってきてませんが、逆にコードオーロラフォーラムっていうワーキンググループができました。で、そこで彼らは LTSI じゃなくてもうメインラインにまず入れるのが先行だと言ってるので、今はそこをやってます。でもそれ入ったら持ってくれますので。はい、他どうでしょうか。よろしいですか、ね、じゃあ皆さんどうもありがとうございました。はいはい。